はい、前川です。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はですね、ホームページ集客に関して質問があったので、質問にお答えしていきたいなと思います。質問ありがとうございます。ではですね、早速質問に答えていきたいなと思うんですけども、ね、質問なんですけども、ホームページ、持って、これから集客していきたいんですけども、もっと早く持ちましょう。はい。な感じでですね、書かれてるんですけども、アクセスですね。アクセスを、どれだけ集めて、どのようにして、修正かけてたらいいんですかっていうようなね、質問をいただいています。ありがとうございます。ですね、まずですね、ホームページを修正するのスピードが遅い人が多いんですね。だいたい100アクセス、僕はユーザーで見るんですけども、100人見に来たら、1人がね、反応してくれるようなサイトじゃないとやっぱ結構きついかなって僕は思ってます。できたら 2% とかね、あったらほんまに最高かなと思ってます。だって1000人見に来たらもう20人来るわけですからね。なので、まずはですね、アクセスを集めるっていうことをちょっとフォーカスしてもらいたいんですね。よく反応ないどうしたらいいんですかっていう人で、1ヶ月の総アクセスがほんま200、300とか見ると結構いてるんですよ。それってね、めちゃめちゃ時間かかりますよね、テストするのに。そのアクセスもどんなアクセス来てるのかって見ていくと、バラバラやったりするんですけども、やっぱり一番の手っ取り早いのは何かに特化して、その特化にしたそのアクセスをしっかり集めていく。それをもう2、3日で100アクセスとか100人見に来るようなサイトにしてしまったら、テストがめっちゃ早くできるじゃないですか。例えばこのスヌーピーというヘッドラインでアクセス100集めた、あかんかった、そしたら次、こういうエアコンっていうヘッドラインで変えてみて100アクセス集めた、あかんかった、じゃあ次ですね、これ僕もレターなんですけども、申し込み用紙なんですけども、これに変えてみて100アクセス集めている、どうやったか、あかんかった、じゃあ次ですね、こういう感じでちょっと特殊なリーフレット僕今作ってるんですけども、これでやってみる、あ、これだと反応出たですね。今何個ですか、5回ぐらいテストしてるわけじゃないですか。でもこのテストにかかった期間って5日とかね、1週間とかだったらすごいいいですよね。でも結果が出てない人っていうのは、これを5回テストするのに3ヶ月とか半年かかけてるんですよ。だからそれはそうですよね、アクセスが集まらないから。なのでですね、まずアクセスを集めるっていうことをしっかり意識してもらいたいなと思います。で、アクセスを集めるのにお金ばっかりかけたら大変なんで、それもいいんですけども、お金かけるのも一つですね。で、ブログから集めるってもそうやし、Facebookそこから集めるのもそうやし、チラシ巻いて集めるのもそうやし、なんかみんなに口コんでもらって集めるのもそうやし、いろいろあると思うんですね。しかそれを集めていく。例えばこのホームページだったら、ここに全部集めていくアクセスを、もちろん関係ないアクセスを集めたら意味ないですよ。関係するアクセスを集めていって、早くテストする。で、そのヘッドラインをですね、どれがいいかっていうのを早く見つけていく。それが3つ4つできてしまえば、もちろん経営っていうのはある程度は安定しやすくなってきます。もちろん最近はこうすごい流れが速くなってるんで、それでずっといけるっていうことは甘くはないんですけども、でもやっぱりその近隣の治療によりかはうまくいきやすいんではないかなと僕は思っています。だからですね、僕はホームページのヘッドライン4つ5つ持って、それを回してるだけですね。で、アクセスね、集めようと思ったらすぐ集めれますし、そういう状態を作ってしまうっていうのはすごい大事かなと思っています。なのでですね、ホームページ持ってる方っていうのは、反応出ないという前に、まずですね、アクセスがあるのかどうかっていうのをぜひね、調べていただきたいなと思います。大概のとアクセス少ないから。で、テストしてます。ヘッドライン月に何回かあってます。1回、2回じゃ足りないですよ。もうみんな大体持ってるんで、ヘッドラインっていうのは。だから、コロコロ変えていく。それをですね、意識してやっていただけたらなと思います。そんな感じですね、まだどんどん質問いただけた方が僕も喋りやすいのでですね、質問くれたらなと思います。ではまたですね、どっかでお会いしましょう。さよなら。